皆さんようお参りくださいました。今日はですね、仏教における修行の意味っていうことを考えたいと思ってます。まあ、修行というとですね、たくさん種類がありますね。禅宗、ここは真言宗ですけども、禅宗で言ったらやっぱり座禅になるわけですよね。で、真言宗で言うと手法といってですね、この本尊さんの前壇に座りまして、お勤めをします。真言宗のお勤めの仕方っていうのは、入我が入っていう言葉あるんですけども、入る我、我入ると書いて入我が入。どういう意味かというと、感想、感じるんですね。仏様が自分の中に入ってくると、そして自分も仏様の中に入るっていう感想をして、仏と一体となっていく。これが三密、湯河といってですね、三密っていうのは三つの秘密の密と書いて、体と言葉と心です。つまり体はですね、因を結びます。真言宗のお坊さんよく因を結ぶんですが、いろんな因があるんですよ、手でね。あれは仏様の姿を表すわけですね。で、これが三密の一つ目、体、行動ですね。で、言葉は真言と言いまして、ダラニとも言うんですけども、仏様の言葉ですよね、お名前であったりしますけど。そして心は先ほど言った入我が入、その、一体となるような感じで拝む。これが三密湯河という真言宗独特の手法という修行の仕方ですね。で、浄土真宗さんなんかはお念仏とかいうことで、まあ、いろいろあるんですけれども、いろんな修行がありますが、その目的は実は一つなんですね。何かというと、知恵を得るっていうことなんですね。で、お釈迦さんがおっしゃったのは、知恵を得ることが一番大切だ。知恵のことをですね、明かりに例えたんですね。仏様にお供えするもの、必ず3つあります。何でしょうか。ろうそく、はい、お線香、お花、これ3つですね。これそれぞれ意味がありまして、まずお線香、お線香というのは精進、努力を、表します。自分の身を焦がして、周りにいい空気をね、与えますし、まっすぐ燃え尽きていく精進努力。そしてお花というのはですね、慈悲を表すと言われてるんですね。慈悲というのは慈しみ、悲しいって書きますけども、慈しみというのは楽を与えるという意味でして、悲しいというのは悲しいという意味ではなくて、苦しみを抜くっていう意味なんですね。これをバックヨラクと言います。苦しみを抜き楽を与える、これが慈悲の心。なぜお花がそうなのかというと、お花を見て、綺麗なお花を見て、あ、綺麗だなって言って怒る人はいなくてですね、やっぱり癒されますよね。なのでお花は慈悲を表すと。そして最後、ろうそく、これ何を表すかというと、今申しました知恵なんですね。知恵こそが大事だと。で、なぜろうそくの明かりが知恵に例えられるか、これはですね、人生において、真っ暗闇なところにいたとします。で、我々暗闇の中にいると、どこに何があるか分かりませんので、踏み惑いますし、何かにぶつかったり、ね、つまずいたりしてしまいますよね。だから明かりがあればそれが分かるわけですよ。つまり人生も一緒で、知恵という明かりがあれば迷いなく進んでいけると。で、この知恵のない状態のことを、ない明かりと書きまして、無明って言ったんですね。で、お釈迦様がおっしゃったのは、無明でいることが一番罪だと言ったんですね。で、無明、知恵のない状態でいるっていう、どういうことかというと、自分の知らないうちに誰かを傷つけ、自分の知らないうちに自分を傷つけ、悩みをどんどん深めてしまう。だから知恵のない無明でいるということは一番良くないんだ。だから知恵を得なきゃいけない。そのためにはどうしたらいいか、お花とお線香を表すように慈悲の心で努力していく。そして知恵を得る。だから仏さんの前には必ずお花、お線香、ろうそくっていう順番でお供えしていきますね。で、だから修行の意味はですね、ここにあるわけですね。知恵を得るっていうことが修行なんです。で、ここで我々仏教とお坊さんはやっぱり勘違いしてはいけないなって思うのは、厳しい修行が偉い、
っていうふうに考えてしまいがちなんですね。いろんな修行あります。それこそ厳しい修行を耐え抜くだけでも尊いことだとは思うんですね。だけどもその修行が知恵を得るためになってなかったら、知恵を得ることができていなかったら、その修行は何も意味がないっていうふうに言われるんです。だから修行だ修行だ、修行イコール偉いんだって思わないことが大事かなと思ってます。修行して、その修行によって知恵を得る、つまり厳しい修行した人が俺はこんなことやったんだって言って偉そうにしてたら、全くその修行の意味はなしてないと思うんですね。やっぱりどこまでも謙虚で感謝の心、仏の心になったことで初めて修行の意味が問われてくると思うんですが、そういうことを考えると、私は仏教っていうのは自己改良、修行というのは自己改良なんだと思います。至らない自分をいろんな修行によって高めていく、つまり誠実に生きていくっていうことが一番の修行なんだと思うんですね。なので私のように頭を剃って出家しなくても、皆さんでも仏道修行っていうのは日々の生活の中でできるわけです。知恵を得るために何が必要か、誠実に生きて感謝の心を忘れずに謙虚にいると、それが知恵だと私は思っているんですけども、なかなかそれができないですね。でも心の中で、生活の中でそういうことを少しでも心に留めていたら、毎日の行動が変わっていくんではないかなというふうに思うんですね。でそこで大切なことが、私感受性ではないかなと思います。想像力もそうですけれども、何か自分の毎日生きていたらいろんな出来事起こりますよね。いろんな人にも出会いますし、いろんな物事に出会う、その時にその物事を感じる感受性が豊かであるということがすごく大切なのかなと思います。で感受性を言い表した言葉がありまして、美しいものを美しいと感じる心だっておっしゃってた人がいるんですね。それが感受性だと。つまり我々は普段毎日のようにいろんな出会いがあるのに、その出会いが素晴らしいものだってもしかしたら気づけてない、気づくことができてない可能性があるのかな。素晴らしい出会いを素晴らしいと感じることができる、そのためにはやはり感謝と謙虚の心が必要なんだろうなと思うんですね。で私大好きな写真家の方で、もうお亡くなりになってしまったんですが、星野道夫さんという方がいらっしゃいます。アラスカの自然をですね、撮り続けた写真家の方でして、最後ヒグマに襲われて、生涯を終えることになるんですけれども、その本の中で忘れられないフレーズがあるんですね。で星野道夫さんがそのアラスカである方と話してた時にこういう会話があったっていうんですよね。いつかある人にこんなことを聞かれたことがあるんだ。例えばこんな星空や泣けてくるような夕日を一人で見ていたとするだろう。もし愛する人がいたら、その美しさやその時の気持ちをどんな風に伝えるだろうって、そういうふうに星野道夫さんが聞かれたんですね。で星野さんが、そうだな、僕だったらやっぱり写真を撮るか、あるいはもし絵がうまかったらキャンパスに描いてみせるか、いややっぱり言葉で伝えたらいいのかなっていうふうに言葉を返したそうです。そしたらその方がこう言ったんだ。自分が変わっていくことだって、その夕日を見て感動して自分が変わっていくだと、行くことだと思うっていうふうに答えたそうなんですね。なんかどうですか皆さん、素晴らしいなと、私はすごくその言葉感動したんですけども、我々は伝えたい思いが伝わらないときに、どうしても言葉とか、いろんなことで伝えようとしますけれども、どうしても伝わらなかったときは、自分が変わっていくっていうことが一番必要なことなんだなって、この文章を見て思ったんですね。何か素晴らしいものに出会った時に、その感動によって自分が変わっていく、そしてその変わった自分で愛する人と接していく、それがすごく大切なことなんだなっていうふうに思いました。
ですので皆さん普段の生活でいろんな苦しいこと、思い通りにならないことたくさんあると思うんですけれども、その中で知恵を得るためにはやはり忍耐が必要ですね。我慢することも多分必要ですし、そして感謝すること、そして謙虚でいること、これが知恵を得ることであり、そしてそれをもって日々修行ですね。日々これ修行っていう言葉を心がけていただいて、私もずっとそう思ってるんですけども、日々至らない自分と向き合いながら少しでもより良い人生を歩んでいこう、これは私は肯定されるべき欲だと思ってます。ぜひですね、皆さんも生活の中でその自己改良、自分を、人と比べるんではなくて昨日の自分と今日の自分を比べていくと、そして少しでも人間性を高めて成長できているかどうかを、自分で考えながらですね過ごしていただけたらいいんじゃないかなと、というか、私も自分にそう言い聞かせて過ごしていきたいなというふうに思いまして、今日は星野道夫さんのこの言葉をですねぜひ皆さんに知っていただきたいと思ってお話しさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。ようまいりでございました。ありがとうございます。